体を手に入れた俺が日の光に当たれず人を食わねばならないか。なんてこと、なんてことをしたんだルイ。昔素晴らしい話を聞いた。川に溺れた我が子を助けるために死んだ親がいたそうだ。俺は感動した。なんという親の愛、そして絆。川で死んだその親を見事に親の役目を果たした。それなのになぜか俺の親を。一緒に死んでやるか。俺の親は俺を殺そうとした。母は泣くばかりで殺されそうな俺をかばってもくれない。偽物だったのだ。俺たちの絆は本物じゃなかった。どうしようもなかった。自分のしてしまったことに耐えられなくて。